はい、今日は、フェアリーフォレストの方に来てますね。あ、来ちゃいますね。で、ね、いろいろやりたいネタはあるんですけども、今日は、忍の話をしないと誰も見てくれなくなるということで、一応忍笛の話をしようかと思いまして、忍笛とリバーブ、リバーブ、これが非常に相性がいい。この3倍ぐらい上手に聞こえるっていうことですからね。で、その忍笛、まあ、リバーブの是非などちょっと聞いてみたいんです。どうですか。今日は四男登場しました。四男です。リバーブ。リバーブ気持ちいいですよね。はい、リバーブ好きですか。好きですね。リバーブ好きですか。大好きですね。どの辺が好きですか。リバーブ。あ、これリバーブじゃないか。それはリブラート。やっぱこう上手に聞こえるっていうのが一つの手かな。やっぱりね。上手に聞こえるっていうのも一つの周りかな。お風呂で歌うとうまく聞こえるっていうやつですよね。リバーブ効果。はい、うまく聞こえますね。うまく聞こえますね。どんな感じ？うまく聞こえますね。いいですね。どんな感じですか？ずっと回っちゃうと。で、まあ、でも中にはね、あれじゃないですか、違反じゃないかみたいな、リバーブつけないで吹くのが本当だみたいな、なるほどね、音回してんじゃないかみたいな、あるじゃないですか。その辺はどうですか。そうね、まあ、この本当、まあ本当の意味はちょっとよくわからないけど、まあでも聞く人がこう気持ちよく聞けたら、一番いいかなという感じがしますね。やっぱりね、そのすっかすかな音よりも、ちょっとリバーブかかってると、よくカラオケで、うちの知り合いの隣のおじさん、カラオケが好きで、知り合いのおじさん。だいぶ信憑性がだだ下がりですけど大丈夫ですか。意外によくうちは公民館で打ち合わせの時は、よく歌うんだけど、ちょっと日本語になってないけどカラオケでやるとうまいの。リバーブのおかげだね。リバーブのおかげですよね。話がね、リバーブは使わないぞっていうような人も、やっぱり生音を大切にしたい、笛のそのままの音を聞かせたいっていうようなこと、それはそれで、ありっちゃありですよね。確かにもう慣れちゃう、リバーブに慣れちゃうと、こう怠けちゃう、練習を怠けちゃうみたいな、3倍上手に聞こえますから。なるほど、で、たまにないとこでやるとちょっと あれ自分でもあれみたいな。そこってあれですかね、今日のなんか音響のところはリバーブがないですよっていうところだと、ちょっとドキドキするんですか。まあ、そっか、私はリバーブなしのでもう聞く、それなりに聞いていただけるような風には整えているんですけど、いつも、さすがですね。まあ、あと1時間半後ぐらいにね、演奏ですからね。YouTube になると。これも載せると面白い。大丈夫です。じゃあ、ということで、今日は本当はっていうか、実はジャービスさん。ジャービス商事株式会社様ですね。商事株式会社、知ってますよ、有名じゃないですか。宇都宮の西川台に
ちょっと見る西川ですね。ベクステリオ。ベクステリオ。こちらの設立50周年記念の。50周年。はい。半世紀。このような。すごいですね。すごいですね。晴れの席に、あの、お呼びいただいての。ありがとうございます。演奏ですね。これから。うん、これからなんですね。これからです、ね、これからもあと少し、ね、溶けない溶けないですね。ジャビスさんではこの JB ファームっていうのを2年前から始めて、おいいですね、最初 JB とジェームスブラウンだと、ジェームスブラウンいちごを作られてるっていうことで、すげーな、おお JB って書いてる、あ本当だ、すごいな、これ JB 美味しそう、後でいただきましょう。いや、これめちゃくちゃ、他にもこれ日本酒もそうだね、これは何ですか、こちらはこれも作ってるのかな、これはですね、ジャービスの関係ないです、ね、あ、これ関係ない、こっちこれは作ってるの、ここカットしましょう。いや、本当、50周年、設立50周年ね、おめでとうございます、おめでとうございます。ジャービスファーム、ジャービスファーム株式会社、JB ファーム、 JB ファーム、あ、間違った。どこにあるんですか。JB ファームだね、コマニューって書いてますよ、フィールド、大谷フィールド、すごいね、これすごいよ、これすごい、あ、ジャムとかも、ああ、ジャムもあるんだ、ジャムですか、ジャムっぽいですね、へえ。大谷石から湧き出る地下水の恩恵で生まれたいちご蜜、夏乙女 と蜂蜜だけで作りました、砂糖不使用と、おお、ね、すげえ、うん、夏乙女って歌がさ、うん、ありましたね、ありましたね、ありましたね、すごい、見てこれ、あ、これ皆さん、これ夏乙女、すごいよね、綺麗だな、じゃあリンクとかは下に、 そうですね、下にリンク、どうぞ購入ね、うん、うおーすごい ね、 ですね、ということで、はい、ぜひ、じゃあ今日は終わりです、はい、今から演奏ですからね、じゃあどんな演奏、誰ですか、どうですか、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますを辞に。